水がこう下からこう出るんで、こうせき止めることもできるし。あ、来た来た。うちが36よね。そうね。あ、ちょっと待って、この36あると入らんか。あ、ちょっと待って。行けるから。ちょっと待って。ちょっと待って。内側で。35.5。35.5。うん、ちょっと待って。ちょっと待って。書くわ。幅が35.5ね。35.5。速攻の幅が35.5。これで上はこう、それはここでここでさ、うん、こうやお腹がかかってくる、お腹で斜めに、斜めにね、本当、うん、いいね、こうやって斜めにいいよ、うん、だから向こうへある程度は流れるように斜めにしたいんだよね。そうここから引き込むためにね。そうオッケー、分かった。なんかで、これ上はこう、もうそうね、うん、ほんでさ、ごめん、詳しく言いたいんだけど、ツラはここまで来て今板、引き切れば構わへん、船に来たら水いっぱいと、そうでしょ、ここバーって行っちゃうから、高さどうなんの、こんなもん、今これこんな感じでしょ、そうするとさ、高さはどう、今20あるけど、あそこ、これここ20あるけど、20だから、どこら辺？斜めにしたいさ、斜めにしたでしょ？30センチぐらい欲しい。高いかと斜めにさ、いいね。じゃあさ、こうなるよ。こういう風に。こういう風になるよ。こうなるよ。これいい？オッケー、分かった。さあ、それで、おじいさんからの、要望は、速攻に、せき止めるための板を作ってくれっていうことだったんですけども、作ってすぐ持って行ったらまず入らなかったんですよね。なぜだっていうと、この上のその側溝の寸法だけ見て行ったんで、この側溝って台形だったんだっていうことで、ちょっと台形下のね、あの底辺の部分の寸法を出して、また一旦帰ってっていう感じで、それはなかなかね、うまく寸法取りっていうか、そのデコボコしてましたし、ちょっとうまく取れなかったんですけども、台形だったので、じゃあ台形にして板をこう作ればいいじゃないかっていう話ですよね。ところがですね、おじいさんの要望はこう台形で入れちゃうじゃないですか。で、水をね、田んぼに引き込みたいわけなんですよ。じゃあここに、ね、これ今そこの断面図なんですけど、ごめんなさい、じゃあ板入れたら、川の水をせき止めれるから、自分の水田にね、水を簡単に引き込めるじゃないかって思うかと思うんですけども、実は、やはり田んぼっていうのはその下流の人、自分の川じゃないんでね、周りと協力して水田っていうのは水の管理とかもやってますんで、自分の田んぼだけ水を引き込めばいいっていうことでは困るんですよ。やはりその下流の人の方へも水が行かないといけませんし、今回のようにこの完全にシャットアウトしてしまうと、下流の方へ水が行かなく、川の水が行かなくなってしまうので、ましてやこの辺で氾濫してしまうので、水をせき止めることによって自分じゃない他のエリアの田んぼに水も行く可能性があったりして、結構迷惑になるんですよね。なので、おじいさんが先ほど言っていた要望のように、板を斜めにしたりして、水をちょっと逃がしながら自分のところへ適当な量の水を引き込みたいんだと、だからそのための板を作ってくれっていう要望だったんですよね。で、今回この台形だったっていうことから、その台形の板を寸法取りして、やってしまうと、台形って、おじさんも改めてちょっと、ああ、そうなんだと思ったんですけども、手前にも倒れないし、奥にも倒れないんですよ。あ、台形ってそういう、なので垂直に対しては板は立つんでね、ある意味シャットアウトするには、台形っていうのはものすごくいい形してるなと思うんですけども、今回のようにある程度この板に、角度をつけて水を逃がしたりだとかいう流量を調整したりっていうことになってくると結構難しくて、結局のところもうちょっとこの角度をね、こうつけるしかなかったんですよ。
まあ、そうすることによってこの辺をちょっとカットするんですよね。そうすれば多少、まあ、手前にも、奥側にも板が倒れることは可能なんで、まあ、こうするしかなかったと。板をこれ今度は横から見たところなんですけども、川の流れがねこの右の方からこう来るわけなんですが、まあ、板は完全にこの今赤色で書いてある角度には倒れないんですよ。この台形の U 字工っていうのはその底辺に合わせて板を作るんであれば完全に床底辺床まで板は倒れるんですけど、もちろん、そうなると今度両サイドから水がこう流れ出ちゃいますし、なんかこうねその板が流れ出ちゃうんですよ。このガサガサすぎてね、速攻に対してガバガバすぎて、なのである程度引っかかりも欲しいしっていうところで、どのように、そのせき止める、板を作ったのかっていうのをご覧ください。うん、分かった。すごい芝居したかったんだよね。うん、分かった。そうなんですが、木で作ってくださいと言われたので、こういう感じで仕上げました。あ、いい感じ、いい感じ。これアンカーですね、アンカー、流れないように。もうちょっと寸法が微妙に感じにしたんで、完全にせき止めることもできるし、ここから取り入れるんですけどね。完全に止めることもできるし、ちょっと斜めにすればちょっと水流もこうね、こう下からなんですかね、計算外だったんですけど、下から流れで出るんで流量調節が一応予想外の展開だったんですけど、水がこう下からこう出るんで、こうせき止めることもできるし、これがねなかなかね寸法を取るの大変でしたね。うん、7回往復したんですよ、家とこの現場を。この台形になってるんだよ、そのたんびにこう家帰って寸法を取り直したんですけども、こんな感じですね。まあ今これはいいかな。
今日も寮母緊張ね。